皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はダーウィンズゲームの1話でございます。このアニメについて私の知識はこれで全部です。俺つえネットゲーム殺し合いかなっていう話をまあ人に聞いて何見たらいいかなみたいな話でチラッとその話を聞いたのでまあそこまでは知ってるかな。でも詳しいことも知らないし何一つもキャラクター名も知らないっていうまあそれ以外は何も知らない感じでございます。なんかエッセイような感じなんじゃないかなってちょっと思ったりもするんだけどでもエッセイ用具出てからかなり時間は経っているので多分かなり斬新なストーリーになってるんじゃないかなと思っています。ぜひ皆さんと一緒に見ていければと思いますので Let's go everybody。 アニプレックスとファニメーションだっけ、うん、さてダーウィンズゲームに入っていこう。お兄さんがなんかすごい危なっかしいところに立っている。これは自殺ではなく鳩で遊んでるですね。鳩じゃないか。謎の白鳥と蝶々が跳ね上がっておる。めちゃくちゃ蝶々いる。鳥と蝶々、これはゲームの中の話なのかな。もえこれもゲームの中だよね。 OK OK。違うの？え、ゲームじゃないの？これは。なんかないのって何？ゲームだ。一発逆転の手段とかあるでしょ。おーおーっと、ゲームだけどリアルで戦う感じ？5ポイント、50万円？しゃ、ヘルプできねえのか。判定書、おっと後ろめっちゃ来てるやん。リアルで殺される感じなんだこれ。なんだい？カナメ須藤、須藤カナメ使えるやつ。これで50万使った。でカナメがビューンって現れてくる。あ、35分って書いてるけどね。35.0 だ。35.01 だった。でももう落ち着いてるね。もう35分で来るって話だったのか。あいつがお前を殺すか。あーらら、もう殺されちゃうね。何？ミスター？向こうはインビジブルマンだよ。まだいる。まだ嫌がる。あと30分、34分、34分間もかかるなよ。そのヘルプコールが実現するのに。いや汚いかもしんねえ。あっと首切られた。死亡だ。蝶々。この蝶々は何を知りす？人を殺したこと？ダーウィンズゲームっていうのはね、ダーウィンってあるやんか。弱肉強食のやつだからさ。弱肉強食ゲームっていう意味だよね、これ。え、何？この人、野球やってる人？ソフトバンクホークスのマスコットキャラとか？
あ、バイク欲しいねんな。結構するよな。結構するよ。なんか割のいいバイトでも見つけねえと。ダーウィンズゲームやるか。この人は金目なんだろうな。駅前のあれってなんだよ。死体ですか。なんか店とかできてたっけ。ちげえよ、これだよこれ。都内を騒がす謎の連続人型アートが。人型アート。人型、あ、ゲームの中なのそれ。だって最新のストリートアート。道路とかビルの壁面にさ、誰かが一晩で彫刻してるんだってよ。これは人間本当に死んでるやつだよね。落書きより立ち悪いな。なあ、カナメシノスか。何？浜田のやつ知らねえか。浜田？浜田は昨夜殺された。お前からヘルプ来なかったの？やっぱ来てないのかよ、あいつ。死んでる。あんな通知、信じねえぞ俺は。死んでるって話やろ？いや、そういや。京田と浜田って揃って新しいバイク買ってんじゃん。あれお金もらえるんだね、あのゲーム。いい知ってんの。できれば俺にも紹介してほしいんだけど。いやー、いや、そんなんじゃねえから。そんなんじゃ。とにかくもし浜田を見かけたら連絡くれ。頼むぜ。この二人はゲームに入ってんだよね。お金もらえるんだね。昨日浜田からなんか通知が来てたわ。ヘルプって基本無料ゲーム。ひょっとして浜田のやつこのゲームにハマって学校サボってんの。これがヘルプか。それはただの宣伝スパムじゃねえ。踏むなよそんなの。いや基本無料って書いてあるし、浜田がハマってるなら面白そうじゃん。いやもう登録しちゃうのかい。そのアプリを起動するな。これやっぱり有料。あ、クリックした。ダメだ。うわ、刺された。蝶々が見えるようになった。もうダーウィンズゲームの仲間入りだね。認証された。フレンド浜田はすでに死亡しています。え、ここでまた違うやつが死んでる。本人たちが弱くちゃ仕方ないよね。おい、お姉さん怖えよ。アバターの須藤かなめ。可愛い子も、君は頑張って生き残ってね、須藤かなめくん。みんな分かっちゃうんでね、もう入った瞬間から怖え。この時に殺せば一番いいんだよね。あら、須藤くん、目が覚めた。あなた教室で倒れたのよ。体調はどう？授業には戻れそう？いえ、なんか俺すっげえ気分悪くて。今日は帰っていいっすか？そう。いえ、マークされてる。これ早退届書いて。わかりました。で、携帯は？携帯にはまっ、あ、終わった。大丈夫？ああ、ヘキス、俺どこだ？え、これでいいですか。帰った、ちゃんと。それじゃ失礼します。お大事にね。体がいろいろ変化を起こしてるの。なんだよ、お前らもサボりかよ。あ、今お前ら持って行った。お前を保健室に運んだの俺らだぞ。はいはい、ありがとうよ。カラメ、浜田が送ってきたゲームのことで話がある。うん、なんだよマジな顔。これマジな話だからさ。ダーウィンズゲームだっけ。なあなあ、もう学校吹けて3人でカラオケでも行かねえ。行きて。いや、いや、お前体育行ってよ。ちょっと、ちょっとここら辺燃やしてこい。とにかく今晩お前んちバイクで行くから、そこで全部話す。あとエタに触れんじゃねえぞ。今日はとっとと帰れよ。今日はとっとと帰れ。なぜかって言うと殺されるかもしれない。行くんかい。とっとと帰るんじゃねえのかい。まあ、元気が一番だけどね。あら？え、さっき渡してなかった？私、このペン2本も持ってたかしら。複製機能っていうのがあるの。なんじゃそりゃ。なんだか強打のやつ、様子がおかしかったよな。ね。
ダーウィンズゲームね。下手に触るなって言ったけどね。として違法賭博とかな。DCL って書いてるけどね。違う、DG か。ダーウィンズゲームだから。立ち上げた時に俺、変な蛇の幻覚を見たような。せやで、噛まれたぞ。ゲームだよな。わからん。ダーウィンがやるゲームなの？なんだよ。ではない。やっぱただのゲームじゃん。ビビりすぎだって俺。カナメ。おっと、スタートバトルが来た。須藤カナメ vs バンダ君。あかんやん。俺の名前なんで勝手に入ってんの？なんかバンダ君ってあれじゃん。てかもう残り3カウントだし、俺ゲームのルールとか全然わかんねえぞ。何こいつが？ルーキーガリアって書いてるわ。うちの地元球団のバンダ君じゃん。いいのかこれ。え、前の前にいた。え、刃物持っている。殺しに来るやん。ひょっとして俺見てるの？あれ？おい、なんで電車の中に着ぐるみがいるのかな。あれって、おい、殺しに来るんだよ。バンダ君だよね。めっちゃゆっくりだけど。なぜか包丁持ってるけど、あの時にみたいに透明化できないのか、こいつ。こっち来んな。ドッキリじゃねえよ。あのモニタリングじゃねえよ、これは。うわー、気をつけろ。こわ。相手を殺さないとあかんよ。バンダ君。お、でもなかなかのナイスキックじゃねえか。え、目がなんか咲いとる。走れ走れ走れ。わあ、通り魔みたいなもんやけど、ちょっと違うでしょ。来てる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 。ぶんねえ、もう逃げろ。いや違うね、バンダの方が悪いね。バンダバンダ違う。ああ、何、マスコットつけたら何したってもいいの？俺に何の恨みがあるんだよ、この着ぐるみ最高やろ。このクレイジー着ぐるみ。どうしたんだ君。お願いします、助けてください。変な着ぐるみ野郎に殺される。殺される。持ってる刃物。止まりなさい。おい、警察も殺されたよ。お前、誘致知らんな。しかも666って書いてるから、やっぱデブルじゃないか、こいつ。あ、強打。強打はなんで？わかった。こいつ、浜田殺した。あれ、通用しないの？おー、危ない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 、けっ。お、強っ。強打めっちゃ使える子。でもやばい。あー、殺される。刺された。おい、おお、その刃物を取ってあいつに撃て。え、どんな覚悟を持ってんだ。バカ言うんじゃねえよ、すぐ救急車呼ぶからな。こいつほんまやばい。仕留めないと。仕留めへんとあかんやん、この変なパンダくん。なんだよ、あの着ぐるみ野郎は透明になりやがったぞ。誰が、多分あいつのシギルだ。シギルとはなんだよ。これがゲーム？何言ってんだ。殺し合いゲームらしいねんな。無理して喋んな、すぐ救急車呼ぶからな。くそ、救急車呼ぶにしたって逃げながらじゃ無理だ。どこかに
どこか隠れるのにいい場所ないか。どこか隠れるのにいい場所、喫茶、なんだ、喫茶店じゃなくて、あれだよ、ネット喫茶、駐車場に隠れてるの。やったぜ。で、チーのデーを止めた。あいつ俺らを見失ってる。行け行け行け、そのままどっか行って。でも、GPS って分かったりする？今から救急車呼ぶからな。無駄だ。救急車を呼べない。なんで？ゲーム中外部との連絡に使えるのはダーウィンズゲームのアプリだけなんだ。え？そういうこ、変な心配すんな。何それ？大丈夫だ。現在この電話番号は使われておりません。おいおいおい。ダーウィンズゲームをさ、インストールするときにちょっと強化しすぎたんだよね。携帯操作を。35分に切る必要があるっていうことなんだね。来た。GPS で見たんだね。野生の感覚。早くどっかに行けよ。GPS ついてたやん。あ、スマホの音切ってなかった。聞こえなかったよな。よし、気づいてねえな。いい。着ぐるみをかぶってると耳が遠いだろ。悪い。着信音切り忘れてた。でも心配すんな。着ぐるみ野郎には気づかれてねえよ。でも、こっちは2人もいるし、向こうには友達はいるかもしれないよ。今度もダーウィンズゲームの通知かよ。3から何？ひょっとして本当にこれ全部このゲームのせいなのか。このゲームのせいだよ。ゲームをタップしたら剣客見たのも、ゲーム画面にバンダ君が出た途端同じ着ぐるみの男に襲われたのも、今の状況全部ダーウィンズゲームのせいなのか。そうだよ。手助け、このシュカってやつ、ひょっとして今の俺たちの状況を分かって話しかけてきたのか。隠れてても勝てないよ。アプリでサーチ。バレてる、俺の位置バレてる。バレてるよ。この子が助けたいんだね。だってもうヘビに噛まれたでしょ。なんだよ、クエ。来る、バンダ君来る。でもそのバンダ君って別に強いやつじゃないやん。ただ透明に なるマスコットキャラやろ。だから透明になることを阻止するスキル、例えば強打を持ってるやつだったら、普通こんなやつには負けっこねえよ。近距離戦になったから負けた。強打は遠距離武器持ったのに、本当に自業自得だよね。いいの？サーチ機能で見つかるのは対戦中のお前だけだ。むしろ帰って危ねえんだよ。分かったよ。ここで待ってろよ。え、じゃあ武器をちょうだいよ。絶対ゲームを終わらせて助け呼んでくるからな。え、でもこの男だったら、血を止まってきた。え、血を止まってるの？絶対嘘やろ。あいつを引きつければ強打は見つからねえ。強打は死ぬに決まってるやろ。バーガ、俺はこっちだ、この着ぐるみ野郎。戦いを挑んだ。で、あのシュカって女の子を、あいつ迷わず俺を追ってきた。既読無視してるの？対戦相手はあくまで俺なんだ。アプリでサーチされるのも俺だけ。あとはこのクソゲーを終わらせて助けを呼ぶだけだ。問題はあいつの持っている包丁と透明化。それだけ。何かねえか、あいつに対抗できるものは。まあ透明化はすごいけどね。よし、絡め。それでいい。俺のシギルが生物のオーラを見るなんていうザコシギルじゃなけりゃ、もっと手助けしてやれたかもしれねえけど。何するん？だけど、お前なら誰よりも強いオーラを持ってた。お前なら、お前より誰も強いオーラ。こいつオーラがすごいんだね。だけどよ、頑張れよ、カナメ。なるほどね。そんでもって、お前ももう死ぬんだろ。まあ、私を助けてくれるって言ってるから、自分は死ねへんって思ってるんだね。もしかしたら死ねない。けど、この男はオーラがやばいから、なんかすごいものを出す。っていうことで間違いないな。で、しまってる。おお、頭いいじゃん。
唯一の閉まってる方にいたらさ、ドア開けた瞬間に、あ、お前ここにいるんだねってわかるよ。警官から拳銃をパクってきたんだよ。確かに包丁だけじゃちょっと面倒だったよ。ナイス俺、ナイス。ああ、それはやばいやろ。ここじゃなかった。後ろかい。消火器。クソパンダ。このクソパンダ野郎。おっと。パンパン。おお。あおなおやられてしまう。オーラ発動しないとこれは終わり。刃物。持った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 。鉄砲は。あー危ない、あー刺されちゃう。あ車、やべ、今なんか引っ掛けた、引っ掛けたな。うわーやべえよ、俺やってしまってーって。そろそろ待ち合わせ時間だぜ。やっべ、急がないと。やば、息吸って逃げてんだよ、引き逃げやん。殺してんじゃねえかよパンダを。運が良すぎるだろ。仕留めろ仕留めろ。あ勝った。で負けた方どうなんの。ついてねえじゃん。それなりに面白かったぜこのゲームは。クソつまんねえ仕事なんかと違ってよ。え、まあせいぜいお前も楽しめよガキ。どうせ逃げられやしねえんじゃ。おい何なんだよこれ、ダーウィンズゲームってのは。殺されていってんじゃん。やりちまえばこんな楽しいもんがねえぜ。人生なんでも The fuck? This is some crazy bullshit. また映画できましたね。よかったです。これはまさしく、はい、モダンアートでございます。そうです。友達が通り魔にお腹刺されて、はい、その立体駐車場の3階です。警察、いえ、警察にはまだ。とにかくやばいんです。早く来てください。お願いします。もう消えてるんじゃないか？今日だ。全部終わった。もうすぐ救急車が来るから。え、こいつも死んでるやん。え、なんで強打も死ぬ？あの、もしもし、どうしました？もしもし。え？なんで？強打関係あったの？さっきのゲームと。新着メッセージが来た。なんてちょっと早すぎた。生き残れ。また違う人にいられたかな。蝶々上がった。俺友達次々と死んでいくやん。ダーウィンズゲームやっぱり俺絶対入りたくないわ。須藤絡みからめっちゃ来る。いやもう運が良かっただけよ。絡めのこれはカナメがすごかったわけじゃないもん。殺し合いって話だろそれ。クレイジー、あの女のログやばかった。フレンド浜田さんが死亡しました。あなたはランクマッチ10ポイント D3 までレベル上がった。友達強打は死んだ。ちくしょう。わお。これから俺一人でどうすりゃいいんだ。まだ25分入ってる。一話で47分まである。楽しい。優越部。何なんだよこのアプリ。ダーウィンズゲームってのは。
あなたのポイント40。ガチャ引ける？ガチャで何引けんの？アイテムとか？え？鉄砲？何それ？今の音。え？ちくしょう。嫌な予感しかしね。What the fuck？鉄砲入っとるやん。もうやだ。このゲーム。このゲームお前なんなん？とにかくこのアプリのことを調べなきゃダメだ。昨日みたいに突然対戦が始まったら今度こそ生き残れない。まあ鉄砲持ったら多少は使えるけどね。てか捕まれへんの？警察に。ワンさん、こいつ意識戻ったみたいっすよ。何このヤクザ。てめえら、いいっすか。チンピラ風情が秋高いに喧嘩打って生きていけるぞ。おお。秋高い。秋高い。秋高いか。ヤクザだろうな。ひょっとすると何か勘違いしてるのかな。もう秋高いないんですよ。お前以外全員死んでるんですよ。ほら。組長さんもこんなコンパクトになっちゃって。やば。てめえら殺す。絶対ぶっ殺す。ああ組長さんかわいそう。子分が弱っちばってるに。ヤクザ的には指詰めもんだよね。よし俺が代わりにやってあげるよ。この男ってオーラ使ったよね。指切った。やばー、怖え、こいつら。な、何使ってるそれ。エース、守備を手に入れた。こいつの剣が片付いてないじゃねえかよ。そんなの男女検討クラブか金平保険組合に決まってますよ。とっとと潰してみましょうよ。こらダメだよ。な、ど、でも犯人ははっきりさせとかないと。何さっきの力。俺ら渋谷を守る正義のダーウィンズゲームの武器使ってんの？わざ、すみません。心得違いでした。ああ、そうそう。ヤクザさんの援護を全部拾っといて。援護？つけとかなきゃいけないからね。あ、これね。今日はこいつで祝杯あげさせてやるからね。マムシより勢力尽くす。き、喜んで。気色悪い。7、8。めっちゃ殺してるやん。ちゃんをペロリペロリ。大食いの狼さん、借りがいがあるかも。この女ほんまなんな。絶対クレイジー野郎だろ。何カナメと喋ってんの？カナメとチャット中？おいおい、本当に勝ったやんバイク。怖がらずに入ってくださいって。やっぱ怖い。顔の怒り。女普通にお茶行ったらよかったのに。お茶デートがよかったやん。こっちだにゃん。こんなん罠と言えるか。ゲームについていろいろ教えてあげる。こいつは師匠になるっていうことなんだね。アバター変えた方がよくね。いおいおいおい、殺されちゃう？しないよね今。殺さへんよね。だってまだ獲物じゃないもん。この男借りがいないやん。あんたが主家なのか。ダーウィンズゲームについていろいろ教えてくれるって本当か。まあ君が信用。バトルロイヤルっぽいねこのアニメ。でもそういえばここまで来てくれたし、一つだけ無条件で教えてあげる。何聞きたいの？とりあえず一つだけか。能力ってどうやって出せるか。じゃあまず聞きたい。どうすればこのゲームをやめられる。俺は巻き込まれただけでこんなのに参加する気はなかったんだ。
質問？よくあるか。にゃーん。やめるときは人生ごとかよ。そういうことやな。なんだよこのふざけたゲームは。途中でやめることもできないなんてありえねえだろう。それにこんなのどう考えたって犯罪じゃんか。犯罪ばかりだよ。人殺したりとか、警察殺したりとか。このゲーム何も意味不明よな。勝手に襲ってくるじゃねえか。俺はこんなゲームで殺されるのはごめんだ。勝てばいいんだよ。勝てば、殺せば、あなたは生き残る。難しくないでしょ。難しい話じゃん。人殺しやで。なあ、やめられないにしても。おい、ティオ、足を食わないで。方法はないのか。このままじゃ夜もおちおち眠れねえよ。まあもちろんないではないよ。でもそれを教えるのは要が信用できるか確かめてからだよ。最初に言ったでしょ。どうすれば信用してもらえる。俺はあんたを攻撃したりする気はないんだ今はね。まずはあなたのシギルを教えて。シギルってなーに。この場で実演してみせて。シギルがわからないプレイヤーを信用することはできないからね。シギル何のことだ。このゲームの専門用語か。専門用語だよ。ああシギルってのは何なんだ。 I don't know。 俺はこのゲームのシギルとは何でしょうか。あなたもダーウィンズゲームの蛇に噛まれたでしょ。 Yes。 シギルというのは蛇があなたに与えた抗うための進化のこと。進化？何の話だ。まあダーウィンだからね、進化って話やろうな。あとなんか複製するんだよね。物を複製できるんだよね。そういえばフヨーンってやると、透明化するっていうシギルって強すぎない？仕方ないな。まだ自覚がないだけかもしれない。アプリの詳細プロフィール画面を見てみて。そこに与えられたシギルが書いてあるはず。OK。一戦一勝。てか、勝の数別に書かなくてよくね？解説不能。じゃあスクショを取っておくる。たとえそれが本当でも、シギルがわからない相手を信用できないことには変わりない。怖い、この女なんか。このままはいさよならで終わらせてくれる気じゃないぜ。うん、俺はあんたと戦う気はない。とにかくそれだけは信じてくれ。ならその背負ってるカバンの中身を見せて。鉄砲入ってるんだ。武器がなかったなら今回はこのまま見逃してあげる。武器だろ。鉄砲入ってるよ。拳銃は家に置いてきて正解だったな。あ、よかったわ。消失とかされたら一発アウトだったぜ。でもさすがに丸腰はな。やっぱなんか武器は欲しいぜ。もうちょっと合法的な感じの。コンボとか？よし。何を持ってる？どうしたの？見せてくれないの？くそ。今このカバンには今月の生活費をはたいて買った護身用具が。なんで生活費？もしもだけど、カバンにちょっとした武器のようなものが入っていたら、決めた。やっぱりここで殺すね。怖っ。それじゃあ、バイバイ。こうなるのか？死にげる。そっか。思った以上に強烈だぜ。フラッシュライト。フラッシュライトめっちゃ強いんだね。閉められるんだね。ここを全部コントロールしてるわけ。あ、シギルが使えるわけ。来るぞ、あなたのオーラの。わ、来た。怖っ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 。殺さんといて、カナメを。まだ1話やで。
そしてこの女の子も豪華な声優使ってるし、1話でも殺したりする？なーにこの中で殺し合おうってやつだね。彼女は何人殺してんだろうな、ここで。シゲルを発動できればいいのにね。怖い怖い怖い、来るよ。うん、めっちゃ反射神経がええわ。でっきゃんにゃーん。なおきねえよ。テイザーだろ？ BB。 うわ、壊れた。うわー、これで全部なくなりましたね、あなたのお金。だからシグル使い方分からへんねん。シギルシギルシギル追ってくる追ってくる追ってくる。怖っ。そういうことなんじゃないかな。エラーって書いてたもんね。もう避けるしかないな。避け避け避け。近づいてきてる。でもめっちゃ避けてるな。納得いかないのかい？どっちなんだよ。だって死にたくねえだろ。弱肉強食ってそういうもんだよ。そりゃこのクソゲーを仕組んだ奴に一発入れなきゃ気が済まねえけど、俺にはもう武器の一つもないんだぜ。拳銃持ってたらなかったのね。でもそれじゃまるで武器さえあればまだやれるって言ってるみたいだな。そんな話だね。俺ってこんなに諦めが悪かったっけ。生き残れって命じられた。そうだよクソったれ。武器がこの手にあればまだやれるって言ってんだよ。武器を作った。武器作った。おほう、女がかわした。当たり前だろ。鉄砲持ったらそれは逃げたくなるやろうが。そりゃピストル。あんた複製能力やで。一度触れたものは複製できるみたいな、そんなもんでしょ。女の子でも男の子でも殺すのはあかんやろ。おおっと切れた。回ってる回ってる回ってる。で彼は逃げ続けているけど、鉄砲を持った彼には反撃のチャンスはあれば撃てると。撃ったところで勝てる可能性はまだ 100% ではないけど。それで自分の腕をね。 OK、 いろんなもの入ってるわけ。バンバンバンやればいいんだよ。バンバンバンと。なんとか手を考えないと。それをするのに相手を見ないとあかん。拳銃を取り寄せるのが俺のシギル。違う。もう少し使いやすい武器が良かったのに。
シギルは誰に教わらなくても自然に使えるようになる。まるで呼吸するように自然に。ね、じゃあ呼吸してスーパー武器を作ってみて。思い出せ、拳銃が現れたその瞬間のこと。あの時俺は何をした。めっちゃ武器欲しいと思ってた。俺の知る最も強い武器を作った。うん、なるほど。作った、そんなことできるわけないだろう。何言ってるんだ俺は。作ったぞ。根拠もなく自信ありげ。ならばアソルトライフルを作ってみ。呼吸するのに自信が必要なのか。だとよ。何を作る。何を蘇った。何か作ってるぞ。あ、メイクバッチリですね。今日のメイクはちょっとファンデーション塗るか。ちょっと待って。見えてるぜこっちは。あらかじめ暗闇に目を鳴らしておいたからな。今度はどうするつもり。どういう、え、何を作ったのかこの男。気配が消せてないよ。うわー切れてる。ハグをする。やっぱりやめよう。戦争嫌いだからハグしようって。あ、スタンガン。それで何を複製するの。これでやばやばやば。私を甘く見てるの。殺せる時に殺さないなんて、そんなんじゃすぐ死んじゃうよ。うるせえ、俺には俺のやり方があるんだよ。ゲームをキャンセルしろ。お前だってバラバラ。そんなんできるか。バラバラ？ポイント全損処置のこと。ポイント全損処置。このゲームのことはよくわからないって言ってるだろ。俺もお前も生き残る。それで文句あるのかよ。本当にダーウィンズゲームのこと。うっさい、何も知らないよ。でも生まれた赤ん坊やで。何好きになった。キャンセルできんの？誰かが死ぬまで。こうするしかない。降参する。これからは要に従うわ。これで終わったのか。一死ぬこの女。これで私の所有ポイントの一部が要に移っているはず。はあ。そうか。これで二人とも助かる。あ、おっぱいに落ちた。あらら、おっぱいに頭が落ちた。めっちゃ体力使ったんかな？生成するのに。何好きになったの？この男。決めた。何を？何を決めた？この女は。ソロの新人が初戦を生き残る確率は1割以下というのに。1割以下というのに。隣のバンダ君に続いて無敗の女王にまで土をつけ、無敗の女王も倒した。ポテンシャルは A 判定です。 A 判定。それにしても須藤かなめ。え、なんで見えてんだ。これはどうやら取り寄せ。アポーツではないですね。アポーツ。物理的影響も確認しましたから、精神操作系や工学。本当に物理的にものを作ってる。まさか未確認の神経と。神経と。久々に高ポイントで売れそうな情報です。そういう仕事してるんだ。ワクワクでさ、高ポイントで情報売ってんだね、この女は。新しい新人ってさ、めっちゃできる子ってさ、実は情報あんねんけど500ポイントくれたら教えてやらんでもねえぞ。
とか、え、裸で女性のベッドで起きると、裸の女の子が股間の上で寝てるって何これ。だからなんで裸になって股間の上に頭を、何、なんだよお願いって、怖え、お前のお願いって何、なんか払わしてくれみたいなこと言うかなと思ったんだけど、まさか私と家族を作ってくださいって、まあ弱肉強食ね、強いやつは子供を作っていくっていう、まあダーウィンの話で、あの間違いはないんだけど、でもこんなゲームの最中でさ、子供を作るとかめちゃくちゃ余裕こいてんじゃんか。あ、こいつらみんな友達になるって感じ？情報かも？バトタ。とりあえず、このシュカとやらは、まあ友達でいらっしゃる。で、名前を忘れてるわ。あの、なんか、不良団。ピューピューピューってやる不良団、なかなかの強敵ですね。何でも切れるみたいな、あれもまたセグルの話だろ。見えない武器で相手をそんな簡単に殺すとか。そして塩湖を取ってさ、アルコールにつけて飲むとか。 That's some crazy business。でこのゲームやってさ、学校行ってる兄弟とか頭おかしいよね。ああ、ちょっとみんな死んでるってやつ。最後に。それでもみんなやっぱり死ぬって話か。これはもう、え？ ED の後の ED？ これは C パートがないっていうこと？ C パートが？次回なさそう。ジェムストーンマイン。ジェムストーンマイン、シビアね。皆様ご視聴ありがとうございました。ダーウィンズゲート。まあまあまあ、あの、誰かが言ったように、まあちょっと俺つえ、殺し合い、ネットゲーみたいな感じなんだけど、そんなになんか今俺つえって感じではないかな。まあ主人公は強いんだけど、他のやつらと比べてちょっとなんか、え、強すぎないみたいな考え方は、まあじゃああるかもしれないんですけど、そういう話は、まあ欲において、結構なんかリアルで、リアルっていうのはなんか SAO と比べてもっと真剣に本当に死んでしまうかもしれない。目の前でもう友達死んでるし、あの始まりの5分で誰かもう浜田ってやつが死んでるし、なかなかの斬新、面白い、新しいような、殺しゲームなんだよね。バトルロイヤルとか思い出すし、なんかこういうね、モバイルゲームあったような気がするんだよね。なんかどっかに行って刃物を見つかって本当のプレイヤーを殺したりする。まあゲームの中の話だけどね。なんかそれが本当になんかリアルワールドに実感するみたいな。Anyway、そういう面では結構楽しそうで、まあ続いて見てみたいと思っております。はい。皆さんはどうでしょうか？もしご興味がありまして、この動画が面白かったら、高評価またはコメントや登録の方を考えていただければと思います。そして、次もやりますので、ぜひ次も見ていただければ。ではでは、お気に入り and until next time. Thank you very much. Bye bye.